です、サンスポー調教チェックです。はい、まあ関東馬は、はい、まあ共同通信ですかね。そうですね、はい、ということで注目はどれでしょう、どれになりますでしょう。まあデュラメンテ真ん中一周、はい、なんでまあ軽めの、そうですね、しまいだけっていう感じ、はい、まあまあでもでまだ出費はっきりしないんですが、うん、まあ使ってくれば当然有力です、ね、有力です。まあ動きもまあすぐ悪くて、まあラストはね、はい、ハンドで、まあ、4波の方が55秒3だけど、うん、ラストは12秒8で上がってきて、ね、はい、まあ、馬なりでさらっとですけど、まあまあ使える体制にはなってると思いますんで、うん、問題ないでしょう。そうですね、はい、はい、まあ、最初からね、この共同通信杯使うということは視野に入っての調整なんで、はい、大丈夫です。はい、はい、アブニール・マルシェ。アブニール・マルシェは、3頭合わせの、はい、まあ、直線最内に入れて、ウッドコースで、はい、まあ、最後、まあ、半馬身ぐらい遅れましたけど、はい、時計が、4ハロンで、52秒8、3ハロンで38秒4の12秒9。なかなかこう、ね、並びかけると前に出ないようなタイプで、ちょっと調整なかなか難しいんでね、はい、まあ、最後にこう北村ジョッキーの最後を伸ばすという風にしての、うん、まあ、半端しの遅れ、まあ、ゴールした後も、ね、伸びてたって、うん、まあ、特に問題ないと、まあ、そうですね、動きは多かったと思います、まあ、はい、遅れたとはいえ、まあ、仕掛けたのもね、結構そうそうそう遅めでしたからね、かなり我慢して、まあ、我慢させてって感じでしたからね、仕掛けだったんで、まあ、遅れはもう全く気にしなくていいんですよ ね、はい、能力で発揮できる状態にはあります、はい、ということで他はでも目立たなかったですよね。そうね、ヨゼイリアンもまあまあね、一時期、まあ、札幌2歳4着馬ですけどね、ちょっと動きとしては並走遅れだったので、うん、三等合わせですか、三等合わせで、うん、ね、最初の前にちょっと遅れちゃったんです、その点がどうかなという感じで、まあ、この2頭に対するというか、まあ、ことができるのは関西馬かなという感じはしますよね、うん、ちょっとね、今回は。で、まあ、あとはこっちから言うのはクイーンカップの方なんですけど、はいはい、まあ、こちらはもう、まあ、一勝馬なんですけどね、ブルックデイルがすごい直線の伸びが良かったなという感じですね、はい、まあ、3頭合わせだったんですけど、こちらもね、なんかアブニール・マルシェみたいに最落ちでちょっとワンテンポ遅らした仕掛けのような感じだったんですけど、それでも、まあ、まあ目立つ伸びといいますかね、あっという間に並びかけて先着しましたので、まあ調教師もチップではあまり動かないタイプでだけど今まででは一番反応が良かったって言ってますから、はい、まあ、ほぼ挟んでさらに上向いてる印象ですね。あとキャットコイン2連勝中という、はいはい、2連勝中、これもやっぱちょっと馬体のテンションがちょっと高めの馬で馬体の維持に苦労して、やっぱり 馬体を見ても細いなっていうね、あ印象はほっそりというか、まあちょっと薄いなっていう印象があるんですけど、まあ動きはキビキビしててやっぱり切れ味があるなというね、うん、まあポリトラックでしたけどラスト1ハロン11秒9を馬なりでマークして、まあ、動く相手と編入楽に編入したので、もともと体はそんなに大きくならないタイプなんで仕上がりはいいでしょうし早いでしょうし、まあ、体が減らなければ力を発揮できるかなと、当日の馬体重、そうですね、そこを注意していただきたいということですね、はい、じゃあ、はい、美穂からはこのところです、はい、失礼します。